砂漠ゴファーガメは、陸ガメかゴファーガメ属に分類されるカメ。アメリカ合衆国、メキシコ最大高潮38センチメートル。廃坑の甲板は成長輪が明瞭。C 甲板は第5、C 甲板が最も幅広い。後部円甲板の外縁は、ノコギリ状に尖る。廃坑や復興の色彩は、高褐色や暗褐色、黒で、孵化直後から、 ある甲板周辺は黄色や大色。液化甲板は左右に一枚ずつある。前肢の第一肢の爪から第三肢の爪までの間隔は、後肢の第一肢の爪から第三肢の爪までの間隔と等しい。頭部の色彩は高褐色の個体が多いが、赤轄色の個体もいる。標高1000メートル以下にある規定が砂や、砂礫の砂漠内の洗状地、カルタ、河川。 峡谷などに生息する。土手などの周囲よりやや高い場所に、長さ2.4から4.6メートルの水平の穴、もしくは深さ約1メートルの傾斜した穴を掘り生活する。昼間や夜間は巣穴の中で生活する。年間を通して12から25個の巣穴を使用するが、複数個体が同じ巣穴に同時に同居することはないが、別々の時期に共有することはある。 火器や陶器になると、深い巣穴の中で休眠する。植生は、植物食で、草、低木の花、多肉植物などを食べる。繁殖形態は卵生。繁殖期になると、オスは、草船から匂いを出しメスをおびき寄せる。5から7月に1回に4から6個の卵を年に、1から3回に分けて産む。卵は90から100日で孵化する。 カリフォルニア州の州派中類に指定されている。開発や放牧による生息地の破壊、交通事故、ペット用の採集などにより生息数が減少している。生息地では法的に保護の対象とされ、殺傷や採集、輸出が厳しく制限されているが密漁されることもある。飼育か繁殖させた個体を再導入する試みが進められているが、 再導入した個体に由来すると考えられている、呼吸器系への重篤な感染症の蔓延が問題となっている。ありがとうございます。